富田社長、竹中証券の株価が少し上昇傾向にあります。これはいかがしましょうかまだ動くの早い。もう少しだけ様子見だ。西村、書類早く持ってきて。はい、ただいま。ふう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 。今日も職場は朝っぱらから騒がしいな。まあ証券会社だしな。この業界に転職してから2年経つが、まだ慣れないことばかりだな。毎日他人様の注文した株の売り買いだからな。でかい企業からの注文には応えるわい。よし、えーっと。おおこれはこれは、まさに我が証券会社の株だな。一株60万円と。よし、行こう。ん異常数値アラート出てきた。ははは、よくあるやつだ。どんどん行こう。まただ,だ、うるせ。 ふぅ、うん。いつか俺もこんなクラウンに乗ってみたいな。しかし車維持費がな。おい、なんだ、何が起こってる我が社の株価が大暴落してるぞ。なんだこれは一株60円爆買大変だ、買いまくられてるぞ。んおい、これ山田じゃないのかうちの株担当してたよな。えいや、確認いたします。え一株60円え、嘘、まさか。 なんだよ、これ。なんか一人の投資家から買われまくってるぞ。やばいこれはミスだ取り消しだ取り消しはできません。また注文が殺到しており、処理に時間がかかっております。やばいなんやこれいやまだすいません。おそらくご発注しました。ご発注キャーあ、終わった。おわわっふ。自分の会社の株を間違えて、破格の値段で売りさばいた。え、止まった。ようやく止まったこれどうすんだ一人の投資家がうちの自社株の90%を買い占めていたぞ。今からその90%爆買いした投資家に連絡します。はい。 あの、すいません。小松証券です。先ほど我が社の株を買われた方ですよね。あーはい。格安だったので。すいません。あれはうちのごは中でお戻しできませんかそれは無理ですね。そこはなんとか。ちょっと今ゲームしてるんで。え、ゲームはい。明日の学校の宿題もあるし。え学校はい。まだ僕中学生なんで、ほとんのアカウント借りて使ってたので。やばー相手超インテリー中学生だった。ま、近日株主総会を行いますので、僕が全部経営方針決めます。俺はゲーム好きだから、ゲーム会社に変革しよっと。あ終わった。中学生に90%自社株握られて、わけわからん経営されるわ。 会社内に俺専用の駄菓子屋作ろうと。あ、終わった、なんか夜。おい、君、あれはご飯中なんだ。はい、だから買いました。やばー、知っててなんや、天才やん。ああ、しかし最新のスイッチ欲しいな。おかんがお小遣いくれんくなったからな。うわ、き、君、スイッチ欲しいのかはい、でもおかんがお小遣いくれないんです。うわ、わかった、おっちゃんがこう。えいいんですかうもちろん、住所を送りなさい。いや、今から直接家に行こう。直接謝罪もして。ほんとやった。だから、その、株はうん、わかった。返せばいいんでしょ。そう、そうだ、な。 はどこだ今すぐ行く。ブラジルの最南端にある離島だよ。はブラジルうん。人口600人の。やーばーブラジルこの中学生、とんでもないところに住んだった。ブ、ブラジルって君。スイッチ直接届けてくれるし、直接謝罪もあるのか。ぐぬぬ。まあ一つの証券会社もらえたけど、許してあげようかな。あ、嫌なら別にいいんですよ。このまま僕が会社を経営しま、行かせてもらいますわ。今すぐば今すぐ面白いと思ったら、高評価とチャンネル登録お願いします。えチャンネル登録してくれたんですか嬉しい。えはは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 は。